ここでつまずく人多いと思いますが、一応攻略方法を提示。楽したいので無課金攻略は残念ながら後回し。全部第一形態だと時間かかるもんな。ブルーインパクトクリア後に出題されるミッションなので、猫ビタンで応戦。編成は一部を除いてすっごく使いにくいぜ。これが終われば報酬はいただき、参りまするぞ。時間がかかるため倍速。いつもは極上使って時間を稼ぎますが、お値段が高くなってるのでフィッシュを使います。働き猫のレベルを上げる余裕がないんだよな。ニャンコンボも第一形態で組めるものを選択。極上をよく出してますが、フィッシュを主軸に出してもいいです。価格を考えるより倒すこと優先だな。ちょっと前に当てた白キャスが活躍します。ゆめみちゃんが出てきたらキャノンブレイクでキャンセル。かなり白キャスが遅いので計算がずれましたが、本当は黒ダル早めに出してくださいね。イノシャシもやばいがゆめみが攻撃してくるぜ。間に合えば妨害できます。失敗しましたがうまくいけば白キャスの妨害で吹っ飛ばすことができます。なんとか動けるようになったな。しかしこれってキャラ持ってないと攻略難しいんじゃねえのか。その点は後で簡易版作れたら挑戦します。端末が残ってるのでそちらもやらないといけませんから。できれば第3の端末が参考になるな。期間は迫ってるので早めに対処します。超猫祭の限定超激レア。第一形態でも活躍するのでおすすめです。これを持ってない場合の対処方法が知りたいんだよ。結構時間がかかるのと、ノーアイテムできるかわかりませんがやりますか。やっぱりアイテム必要。無課金以外の縛りのない端末なら難しくないです。先にこちらの攻略方法を確認していただいて、時間ができたら次に移らせていただきます。割れたスマホの方に執着してたのもそうだが、ブルーインパクトが今日開催だったから遅れたんだよな。あれは攻略しても猫ビタンステージにならないので、期間が来たらさっさとやっておくことをおすすめ。だいぶ、苦戦しているな。ついさっきまで他の攻略やってたから感覚が合わないんだよ。イノシャシを倒すことができればあとは消化だけですが、ここまで追い詰められるとは思いませんでした。第三形態のありがたみに感謝。はい、イノシャシ倒したので、ここからは消化になります。遠方範囲攻撃でなおかつ妨害持ち。第一形態で使えるのって難しいんじゃないか。なおニャンコンボも第一形態じゃないとダメなので、倒しましたね。この後録画に問題が発生してダメになりますが、ちゃんと攻略できてるのでご安心を。では切り替えます。無事攻略が済んで報酬全部取りました。他の方法できるか検証できたらするぜ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。できたらやります。イベントがたくさんあって忙しいからな。